今から改造計画として私がコーディネートを組むのでルックブックを紹介していきたいと思います。なんか、はい、違う自分になりました。確かにめっちゃいいこれ。皆さんこんにちは、おほいんです。はい、今日はですね、お隣を見てくれたら分かる通り、彼女いない歴10年の私の専属カメラマンクッピーをですね、こんにちは、今から改造計画として私がコーディネートを組むのでそちらのルックブックを紹介していきたいと思います。イエーイ、最高。すいません皆さん、あの青いコーデではなくすいませんすいません、こんないやいやいやね、あのメンズバージョンも気になっている方が、はい、いるんじゃないかなと思いますので、はい、今日は私がですねクッピーの私物と、前回 Vlog でも出したあのお買い物ショッピング の、うん、あの動画で、プラスして購入したアイテムがこちらになるんですけどの中から5コーデコーディネートを組んでみたいと思います。はい、もうあのクッピーの私服とこの間購入したものを交えて、ここに並んでいるんですけど、まあ、あのラインナップが普段のクッピーからしたらすごく、うん、あの雰囲気が変わっているアイテムになるんですけど、ね、ちょっとあの数は限りがあるなと思っているので、はい、私の頑張りしたいかなということで、できるだけ、うん、雰囲気の違う5コーデを考えるように。葵先生ならねもうおしゃれにバチッと決めてくれるんじゃないですかね。いやで結構小物とかが1個しかないし、はい、大丈夫そうかなって感じなんですけど、はい、あのまあ皆さんでも真似してもらいやすいような、うん、ごコーデで、あの普段、クッピーはカメラマンなので本当にオールブラックが多いんですよ、はい、だけどあのクッピーはプライベートでみんなで会う時とかに会ったとしても、あのお撮影がない日に会ったとしても基本スタイルは黒っていう感じで、はい、もういっちゃん楽なんでね服のレパートリー、まあ、何着かね同じやつとかを持ってて、うん、あの着替えてはいるんですけど雰囲気が全く変わらないという、うん、はい、そうですね、感じの服装をしているので、そこからやっぱり改善していって、うん、あの皆さんが気になっているだろう合コンだったりとか、うん、あのその後あの願っているデートだったりとかの時 に、あの役立ててもらえるように、今日はそういった意味でなんかあの私服っぽい感じで、コーディネート組んでいきたいと思います。ちなみにですね、はい、ちょっと僕合コンまだできてなくてですね、あれからこの前のちょっと動画アドバイスください動画からあの特に進展なしですいません大丈夫そうですか、あのスケジュールがちょっと変わってそうですね、スケジュールちょっと合わなくて、でちょっともしかしたら来年とかになりそうでうわー大丈夫それ、やばいですね。まあ、でももちろんそれだけじゃなくね、他のところで出会いがあるかもしれないですから、進捗あったら報告しますんで皆さんに、はい、そうですね、あんだけたくさんねコメントしていただいたんで、はい、まあそれもリアルということで全然進んでいないという恋の行方はまだあの見つけるチャンスもなくという感じなので、いつでもそのチャンスが訪れていいように、まずは今日はコーディネートから、はい、改善していきましょう。お願いします。じゃあ皆さんこんな感じです。今クッピーは、はい、オールバーズとユニクロとナイキのエアマックスです。はいですね、はい、普段と変わりません。はい、そうでございます、はい、そこをどこから変えていきましょうかという感じですが、はい、頑張ってやっていきたいと思います、はい、それではスタート。スタート。はい、一つ目のコーデはですねこんな感じです。もう普段だったら絶対クッピーが選ばないようなこのチェック柄に、チノパンを合わせてみました。いやマジ全然ちゃうなもう普段真っ黒なので、うん、もうこれだけでガラリと印象が変わったかなと思います、うん、これ全身ユニクロですね。全身ユニクロですね。全身ユニクロで、はい、スニーカーはコンバースのオールスターで合わせてみました。ね、まあ、コーデのポイントとしてはやっぱりこういうチェック柄とか入ってくるとなんかいつもの気分とも変わるし、うん、ちょっとコーデ あのポイントになるかなと思って、うん、柄をあえて入れてみました。でこれがなんかシャツっぽいんですけど実はなんかちょっと厚手のアウターみたいな、うん、ちょっとジャケット、うん、シャツジャケットみたいな感じになってるので、うん、トップス兼アウターみたいな感じで着てもらったら可愛いんじゃないかなと思いまして、インナーを白にしてちょっと顔明るい印象にしてみたかったので、うん、今回は開けて着てもらいました。どうですか？いやいいですね、なんか新鮮ですわ。マジでこういう格好したことないんで。でも似合ってるよ。ほんま？うん、まあ、あのチノパンはこのベージュが似合わないということで買わなかったんですって。だけどチノパンってすごい使えると思う、メンズ特にメンズは、うんうん、
なんか合わせやすい。それはどんな人でもそうですけど、うん、なんか顔に近いほどなんか似合う色似合わない色が出てくるけど、うん、自分ではあんまり挑戦せん色でも下半身だったら結構取り入れやすい、うん、から自分の顔に似合う色をトップスに着て、うん、ボトムスはこういうちょっと明るめのベージュとかだとかなり雰囲気が変わるし、うん、お持ちの黒とかにも合いますので確かに、はい、血の番有効活用してください。万能ですね。はい、じゃあ一、はい、つ目のコーディネートはこんな感じのちょっと、うん、あのクッピーにしては可愛めなカジュアルさのあるコーディネートでした。よっしゃー。はーい、さよなら。さよなら。はい、2つ目のコーディネートはこんな感じです。私結構上位に好きな組み合わせです。これは大人っぽカジュアルにしてみました。確かに。どうでしょうか。めっちゃいい感じ。なんか普段着慣れている黒なんですけど、うん、これにいつもだったらパンツも靴もアウターも黒じゃないですか、うん、なんかカーキってやっぱり顔が柔らかく見える印象な、まあ、これで何を言うてんねんって感じなんですけど、うん、もう全然想像つかないと思うんですけど、うん、あのこれ外した時にやっぱカーキって柔らかい印象になるし、確かに、あの着やすいです、うん、あとカジュアルになるんだけど合わせ方によってやっぱこういうちょっと大人っぽく着れるので、これカーキの、うん、こういうこうあの、まあ、モッツコートだったりとか、うん、これはちょっと防風なんとかコートみたいな、うん、いや名前やったけど、うんうん、あのまあ、こうカーキのちょっと丈がクッピー後ろ見てください、うん、ちょっとお尻は隠れるかなぐらいのちょっと長めなやつとか、うん、かわいいんじゃないかなと思います。いいっすね。で普段デニムを履いているところ一度も見たことがないんですけど、はいはい、私はメンズもやっぱ一本はこういう薄めのヴィンテージっぽいライトブルーなデニムとかあると、うん、まあ、こういうコンバースとか合わせてもかわいいしいいんじゃないかなと思います。でここでグレーとかを持ってベージュとか持ってくると結構柔らかい感じのカジュアルな、うん、あの合わせ方になるんですけど、黒で締めてあげてるので、うん、ちょっと大人っぽいカジュアルな男性コーデに見えるんじゃないかなと、うん、なるほどですね。はい、感じです。私結構こういう感じ好きですね。 ありがとう。あ、別にクッピーに話題とか、ここから下であの私組んだんで、はい、これもユニクロユニクロユニクロっていう、はい、これクッピーの私物ですけど、これもユニクロですよね、はい、そうです、これユニクロです。ほんまユニクロ様様やわ。そうですね、ほんまにお世話になってます、ね、オールユニクロにコンバースです、はい、まあ、あのアレンジをするならば、うん、ここにねあのニット帽をかぶってもらったりとか、うん、まあ、ちょっと上級者な方だったら、うん、あの靴をスニーカーではなくて、うん、あのメンズのブーツとか、はいはいはい、合わせてもらっても可愛いかなと思います。ブーツとか買ったことない。もう少しクリスマスシーズンでちょっと遊び心を入れるならば赤いトレーナーとか赤いニットでも可愛いです。はい、ベースにこういう感じでできるようにしておけば、うん、ここにカラーものを差し色で入れてもらったりとかしても可愛いです、うん、なるほど。とか、まあ、マフラーとかお持ちでしたら、はい、チェック柄のマフラーとかちょっとグレーのマフラーとかを巻いてあげても可愛いコーディネートかなと思います。いや勉強になります、はい、さっきとまた全然違うかなと思って2つ目のコーディネート結構私の好きな、うん、組み合わせのコーデでした、うん、よっしゃ。はい、ありがとうございました。はい、3つ目のコーディネートは、普段クッピーがしているコーディネートの中にちょっとカラーの、ニットをプラスするっていうコーディネートになっております。いっちゃん落ち着く。はい、しっくり系ですね。しっくり系です、はい。クッピーはいろいろとあのカラーアイテム合わせたんですけど、うん、なんか自分の顔的にカラーものが似合わないみたいな感じで、はい、あまりこう挑戦してきてなかったみたいなんですけど、はい、赤とかオレンジ、黄色、グリーン、ブルーいろいろ試した結果、うんうん、青はすごいしっくりきたので、うん、自分的にね、はい、似合わないっていうのをまず固定概念を打破しようということ で、ね、私は青をチョイスしてみました。引っぺがしてくれました、はい、まあ、ネイビーと思えばネイビーじゃネイビーなので、確かに、うん、ネイビー薄くしたぐらいって思ってもらえれば、うん、確かに確かに着やすいんじゃないかなと、はい、思います。でクーピーだったらいつもこの MA1 に、うん、あの黒のスラックスが多いんですよ、うん、でこうタイトが、
ちょっとあの別にスキニーってほどタイトではないんですけど、うん、ちょっと今履いているパンツよりも細身なものを合わせてたので、うん、私はちょっとまあこれ誰が作ったんだろうって、まあもうさすがみたいな、誰これパンツ誰やろう、誰これ、青い原プロンクのパンツを、あのクッピーが買ってくれたので、このちょっと私はこのメンズはちょっとダボっとしたこうポケットとかも大きかったりとか、ちょっとこのコットンタイプのダボっとしたパンツとか合わせてほしいなと思うので、うん、あの下半身にもボリュームを出してみました、うん、どうですか、はい、いやめっちゃ一番てか動きやすいですねこのダボダボやから、まあ確かに、うん、まあこれだったら普段の、うん、あのプライベートだけではなく仕事でも、ね、仕事の時でも、はい、いけそうですね、うん、っていう感じで、まあ、オールブラックで落ち着いた感じの中にインナーでカラーを入れるっていう感じになってます、うんうんうん、ちなみにちょっとこれ脱いでみてください、はい、あ全然印象が変わります ね、まあ、あの普段 MA1 を着ているので、うん、MA1 を今回チョイスしたんですけど、うん、別にこっちのカーキーとアウターとか合わせてもらうと、うん、またちょっと大人カジュアルな感じの印象になるかなと思うので、うんうん、これはこれで使える合わせなんじゃないかなと思います、うん、いいっすね、はい、なんか青なんで、うん、なんて言ったらいいんだろう、ベージュ系とか合わせると結構柔らかい感じになって、うん、黒とかだと子供っぽくならないので、うん、ちょっと大人っぽくカラー物を着たい人は黒とか合わせるといいんじゃないかなと思います、うんうんうん、ありがとうございます、はい、って感じで3つ目のコーディネートはこんな感じでした。よっしゃー、はい、お次行きたいと思います。よっしゃー、はいはい、4つ目のコーディネートはこんな感じです。ちょっともうあの顔が隠れてるからちょっと不審者みたいな感じになっちゃってて、ね、はい、黒ずくめな感じになっちゃってるんですけど、結構キャップかぶるのポイントです、うん、はい、私はなんですけど前髪を全部入れてほしい派なんですよね、うん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 、こう自分が かぶる時もそうなんですけど、結構おでこ全開で深くかぶってかぶるのが好きなので、うんうん、クッピーにそれをしてもらったらなんかちょっとあの見えなさすぎて顔が見えてたらいいんだけどみたいな感じになっちゃったんですけど、そこはお気になさらずっていう感じで、はいはい、先ほど来たこのチェックの、トップス、うん、あのまあアウター兼トップスにできるアイテムになるので、うん、ちょっと全締めで今回は着てみました、うん、はい、でこれは分厚いので、まあ、アウター代わりにもなるし、うん、この上から逆にこのミリタリーとか、うん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 、羽織ってもいいと思います。まあほらこういう感じも私は結構好きですよ。いいですね、大人っぽくなりますよね。確かに、はい、いいっすね。なんでかなり寒いなっていう時とか、移動今日ちょっと外で多いなっていう時とかはこれにしてもらって重ねてもらって、はい、これをちょっとトップスっぽく、トップス兼アウターっぽく着てほしいので、うん、前止めしてほしいなって感じで、はいはいはい、そうするとちょっと綺麗めに見えるので、うーん、はい、確かに。だけどシューズとニット帽でカジュアルさを出しているっていう感じになります。おしゃれ。このコーディネートも結構好きで、あのもう一つポイントがあって、はい、ちょっとグレーのグラデーションというか、うん、あ確かに全体的にグレーコーデなんですよ、うん、私も今日グレーコーデなんですけど、こんな感じでセットアップではなくて、これ私が作ったプロンクのパンツに、これはエトレなんですけど、はい、こういうグレーで、逆にここしかボタンがなくて、こういう、こう分かる、はい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 、ここが開いてるように見えるトップス兼アウターみたいな、これも春先とかだったらアウターとして使える感じのアイテムになってて、うん、確かに、まあ、今はこの上にアウター着てきたんですけど、そういう感じで使えるので、うん、同じ感じで小物をあのこういう、私はインナー黒にしてるんですけど、こういうタートルの黒とか入れてあげたりとかして締めるっていう、なるほど、で靴も黒で締めるみたいな、はいはい、そんな感じでここのグレーでここを生かすんだけど、それ以外のグレーはちょっと濃いめのグレーを選んでるので締まって見えるっていう、なるほど、はい、グレーなんですけどぼやけない感じのコーディネートになってます。いいですね、はい、じゃあ最後のコーディネートに行きますか。もう最後か。着替えに行きましょう。よっしゃー、はい、ありがとうございました。Two separate time zones. Either way, we're going all night long. はい、最後のコーディネートはですね、こちらのコーディネートになります。ザユー、じっとせ。なんやその動きは。すいません、ちょっと良すぎてテンション上がってしまいました。はい、どうですか皆さん、こちらのコーディネート。大人なあの綺麗めなコーディネートにしてみました。このちょっともう一番最後ということなので、ちょっと上級者っぽい
あの合わせにしてみました。この中に着ているオリーブニット、私結構これお気に入りで、はい、今年自分の中でオリーブが着ていて、うん、なんちょっとクッピーにも、はい、あの似合うカラーだったので取り入れてみたのと、まあ、これとこれを合わせるってちょっとなんかワントーンだから上級者な感じがするかなと思うんですけど、あのこのねこのもうめっちゃ細かいんですけど 見えるかなこの白い T シャツとかロンティーをこの襟の部分から少し出すっていうのがポイントなんですよ。出すことによってなんかちょっとメリハリがつくので、はいはいはい、なるほどですね、はい、であのこの裾の部分からはちょっと丈足りひんかったので出してないんですけど、うん、長めのそういうロンティーとかがあるので、そういう方はちょっとここから出したりしても可愛いです。いや確かになんかちょっと一気になんか自分じゃないみたいにね、ちょっとなんかこなれ感みたいなすごい出てるなっていう。可愛い、結構好きです。さすがっすね。うわどうもありがとうございます。もうちょっとあの褒めていただいても、さすが、あのもうちょっと褒めていただいても、あもう大丈夫だえ可愛いと思います。私結構こういうコーデ好きです、うん、のめっちゃいいよ、うん、まあこれにコートとかだとまたちょっとカチッとなりすぎるので、うん、やっぱりこういうカジュアルさも出せるし、うん、合わせ方によっては少しちょっと大人っぽく綺麗めに、うん、あの着こなせるようなアウターっていうのは、うん、あの一つあると使えると思うので、確かにこれ買ってよかったね、うん、あのもう少しちょっとなんて言ったらいいんやろ、ちょっとストリートというか、うん、ちょっと古着っぽさとか、うん、カジュアルさをプラスしたい方とかは、うん、ここはキャップとか合わせてもらっても可愛いと思います、はい、なるほど。あのメンズの洋服を考えてみて思ったのは、うん、まあ、小物をどれだけ持つかだなと思いました。まあキャップとか、まあ、スニーカーとか、はいはい、まあ、これでベースが軸できていれば小物で遊べるので、あなるほど、ね、ここから小物をね足していきましょうか今後は。確かに、うん、じゃ清潔感もあるし、うん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 、なんか決めすぎてもないし、なるほど、いいなって思いました。確かに一番いいラインですね、うん、最後のコーディネートはちょっと大人っぽいクッピーバージョンにしてみました、うん、ありがとうございました。はい、ということで今回はクッピーのルックブックを5コーデ紹介してみました。イエーイ。どうでしたか自分的に5コーデの中でどのコーディネートが一番好きでしたか。あですね、もう間違いなくこれですね。あこれなんや、今着てるやつ。よかった、これめちゃめちゃいい。上級者コーデがお気に入りでしたか、うん、なんか、はい、違う自分になりました。確かにいつもと違う、変身できた感じします、はい、よかった、めっちゃいいこれ。なんか意外やったそれチョイスなのが、うん、なんかちょっとこなれ感出てるよね、うん、うん、やしカーキーとかオリーブ系似合うよ。ほんま、うん、ありがとう。なんかちょっと今回あのサングラスにマスクなのでちょっとその奥が皆さんご想像しにくいかなと思ったんですけど、うん、はい、あのクッピーはものすっごく童顔で、はい、柔らかい感じの、うん、シュシュシュ柔らかいみたいな感じのお顔なんですね、うん、誰が見え細いやじゃシュシュシュキリッとってシュシュシュみたいな感じなんですけど、はいはい、本当に学ランとか着てたら中学生って絶対通るぐらい、あの、うん、それは言い過ぎな、うん、絶対そう、チームのみんな絶対そうって言うんですけど、うん、幼さがあるので、はい、まあ、こういうお洋服の方が逆に大人っぽくなるんじゃないかなって思います、ね、うん、でもこれをデートだったりとか、うん、合コンで着てきた時にどんな女性の方であったりしても印象はいいと思う。なんか決めすぎてなく、うん、はいはい、清潔感もあるし、なんか、うん、カジュアルすぎでもなく、なんかカッコつけすぎでもなくみたいな程よいバランス、私的にはね思うんだけど、どうかな、しれっとおしゃれみたいな、うん、本当にこれは、まあ、今回紹介したコーディネートとかは結構私好みかつ、まあ、クッピー の, あの普段の感じも交えながらっていうのを入れてコーディネートしてみたので、うん、まあ、あの着回し、まあ、数が少ないので着回ししているアイテムとかもあるので、うん、まあ、クッピーの合コンとかあのデートに向けてのコーディネート以外にもあの参考にしていただけるんじゃないかなと思うので、ねね、メンズコーデとして参考にしていただければ、はい、嬉しいなと思います。めっちゃいいと思います。でこれあの組み合わせ方とかさっき言ったこのグレーのこう合わせ方とかっていうのは、はい、あの普段 の, あのコーディネートとかにもあの、うん、女性とかでも取り入れてもらいやすいかなって、うん、その技術というほどの技術ではないですけど合わせ方のポイントとしては、いやいや、あの参考にしていただければなと思うので、葵先生さすがですよもう、ね、そのいきなりその感じやめてもらっていいですか。さすがですよもう全部自分で考えたってあの周りには言うから絶対この動画広めようとあの楽しみにしていますね、これでデートに行ける日を、はい、確かに、
はい、皆さん交互期待ということで、うん、はい、この先もクッピー改造計画は続きますので、はい、今回お洋服だったので次ちょっと何しようかなと思っているんですけど、はい、まあ、何かしらの動画はアップされると思いますので、はい、クッピーからいい報告が聞けるまでこの企画は継続していきたいなと思いますの で、はい、楽しみにしていてください。はい、はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。はい、待ってるよ、一周して。はい、いいね、ウィーネ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 うっさいな